いつも YouTube チャンネル見ていただいてありがとうございます。今週はリズム体操で使える運動だぜっていうところをやっています。リズム体操の時に使える、動きを、ぜひ今日もやって一緒にやっていきたいと思います。ちょっときついかもしれないけど頑張ってください。まず最初は、今日は足を後ろにこう持ち上げるやつですね。1、2ってこう、かかとを手でこう、触るっていう。この運動です。後ろに持っていく。で、こう前に行かないように注意しましょう。後ろです。後ろに行くように。後ろに行くようにです。一回ずつ行きます。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7。はい、結構です。これをね、だいぶいい、後ろ伸びの運動になるかなと思います。今度は、一発体操ですね。肘を膝にこう近づけてくる。こう。で、これをこう、左右、交互に行います。最初にやった、手を持っていく運動をもうちょっと強くした感じですね。五木ひろしだよぐらいな感じで、しっかりとこう、肘で持っていっていただきたいと思います。いきます。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7。はい、結構です。ね、毎日やっているリズム体操の中から組み合わせをして、好きな動きと、好きな音楽でリズムに乗って、体操を作ってみてください。お疲れ様でした。